ラフィアン。ラフィアンは、アメリカ合衆国の競争場。デビューから負け知らずの10連勝で、旧ニューヨーク品馬3巻を達成したが、フーリッシュプレジャーとのマッチレースで右前足を骨折し、予後不良となった。馬名は、圧巻、ならず者の,のハンアニにワイルドアゲインや、クレバートリックの父として知られる、アイスカペード、判定にバックファインダーがいる。 ラフィアンは1972年4月14日、母のシェナニガンズが予託されていた、アメリカ合衆国ケンタッキー州のクレーボーオンファームで生まれた。シェナニガンズの所有者は、ジャニー夫妻で、ローカストヒル牧場の名義で競争馬を所有していた。ラフィアンは1974年5月22日、ベルモントパーク競馬場でデビューした。ラフィアンは、スタートからを引き離し、 二着馬に15馬身の喫茶をつけ、ダート1100メートルのコースレコードと同タイムの走破時計を記録して優勝した。二戦目の重賞ファッションステークスも同じタイムで優勝。三戦目の G3 アストリアステークスでは、レイズネイティブが持つアケダクト競馬場、ダート1100メートルのコースレコードと0.2秒差の走破時計を記録して優勝するなど優れたスピードを発揮した。 その後7月27日にソロリティステークス、8月23日にスピナウェイステークスと G1 を連勝したが、右後ろ足の急接の骨折が判明し、この年のシーズンの残りは休養に充てられた。骨折するまでの3ヶ月間の活躍が評価され、この年のエクリプス賞の最優秀2歳頻馬に選出された。骨折が完治したラフィアンは、 翌1975年4月14日にアローアンスレースで復帰した。ラフィアンには他の馬よりも4キロ重い金量が課されたが2着馬に4馬身半のキサをつけて優勝した。同月30日には G3 のカムリーステークスに出走し2着馬に7馬身3、4のキサをつけて優勝。ラフィアンの体調に自信を持った陣営は当時のニューヨーク品馬三冠エーコーンステークス マザーグースステークス、コーチングクラブアメリカンオークスへの出走を決めた。それまで1400メートル以下のレースにしか出走していなかったラフィアンにとって三冠レースの距離は、捨て、未経験であったが、1600メートルのエーコーンステークスは8馬身、1800メートルのマザーグースステークスは13馬身の喫茶をつけ優勝。 2400メートルのコーチングクラブアメリカンオークスではキサワニバッシン4に縮まったものの勝利を収め、ニューヨーク頻馬三冠を達成した。この年のアメリカ三冠はそれぞれ異なる馬が優勝した。ニューヨーク競馬協会は優勝馬三頭が対戦する招待競争を企画したが、ベルモントステークス優勝馬、アバター陣営が話を受け入れず、代わりにラフィアムを招待した。 この案には、プリークネスステークス優勝馬マスターダービー陣営が同意せず、ケンタッキーダービー優勝馬フーリッシュプレジャーとのマッチレが7月6日にベルモントパーク競馬場のダート2000メートルのコースで行われることになった。レース当日、ベルモントパーク競馬場競馬場には5万人余りの観客が訪れた。人気はラフィアンの方が高く、オッズはラフィアンが1.4倍。 フーリッシュプレジャーが1.9倍であった。レースはラフィアンが半馬身先行する形で推移したが、ゴールまで残り約800メートルの地点で競争を中止した。その時騎手のバスケスはラフィアンに歩み様の乱れを感じ、直後に木の枝を折るような音を聞いたという。診察の結果右前足の手指骨を粉砕骨折していることが判明した。骨折の程度は触進した。 獣医師の手がちで真っ赤に染まるほど重度のものであった。麻酔をかけ骨折した箇所を固定する処置が施されたが、麻酔が切れたラフィアンは苦痛にもだえて、ギップすがれるほど暴れたため、治療は断念され安楽死処分が取られた。ラフィアンの遺体は、ベルモントパーク競馬場の敷地内に埋葬された。なおこのレース以後、アメリカでは、マッチレースは開催されていない。死亡の翌年。 アメリカ競馬名誉の電動博物館はラフィアンの電動入りを発表した。また、1999年に競馬雑誌ブラッドホースが選定した20世紀のアメリカ名馬100-1000においては選定品馬の中では最も上位の35位にランキングされている。ラフィアンの父、母も2年後に同じような悲劇にあっている。母シェナニガンズは 1977年5月21日に、戦痛の手術の後暴れた際に骨折、安楽死処分に、父、レビュアーも、その数日後に放牧中に骨折、手術そのものは成功したが、やはり同じようにその後暴れて、骨折、同年7月21日に安楽死処分となった。また、血統的には直接関係はないが、その強さにラフィアンの再来と言われた。 ゴーフォーワンドも1990人のブリーダーズカップ、ディスタフで、故障、予後不良となっている。くしくもこの年のブリーダーズカップは、ラフィアン最後の競争となった、ベルモントパーク競馬場で開催されていた。マイネル軍団を率いる岡田茂幸が設立したクラブ、ラフィアンターフマンクラブ、サラブレッドクラブラフィアンのラフィアンはこの馬が由来である。ラフィアンは、 岡田茂之がかつてクレーボーオンファームで修行をしていた時に出会った馬で周りが見向きもしないような馬を一目で名馬になると予感したというエピソードがあるとされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。